皆さんこんにちは。今回は世界教会史の5回目です。今回は宗教改革から現代まで2、宗教改革以降現代までです。17世紀後半、ドイツのルター派内で経験主義の運動が起こります。その中心地となったハレ大学にはヨーロッパ中から学生が集まりました。ハレ大学教授のフランケラは孤児院や学校を作り、聖書を配布し、海外に多くの宣教師を派遣するなど実践的な働きを進めました。18世紀、ハレ大学で学んだドイツのツィンツェンドルフはボヘミアから迫害を逃れてきたフス派の避難民を受け入れ、モラビア兄弟団の指導者となります。世界宣教を使命とし、自らもヨーロッパ、アメリカへ伝道旅行をしました。イギリス国教会司祭であったジョン・ウェスレーはモラビア兄弟団の集会で信仰義人のメッセージを通して信仰の革新が与えられ、イギリス、アイルランド各地を回り野外説教を行い、アメリカに教会を建てるなど伝道活動を行いました。メソジスト運動と呼ばれたその活動からメソジスト教会が作られました。アメリカでは新大陸到達以来カトリックによる宣教が行われていましたが、信仰の自由を求めてヨーロッパから移り住んだ人々により、また宣教活動により17世紀以降、北米にプロテスタント諸派の教会が建てられました。19世紀、イギリス、アメリカでは次々と海外伝道団体が作られ、全世界に多くの宣教師が使わされました。19世紀、アメリカでは信仰復興運動が起こり、教会が成長した一方で、聖書は誤りのない神の言葉という立場に立たない自由主義のグループや異端も現れました。1906年4月、ロサンゼルスで起こったあずさがえリバイバルで、初代教会以来止まっていた聖霊の賜物の働きが再び始まります。このペンテコステ運動により、ペンテコステ派の教会が作られました。1960年代には、カトリック、プロテスタント諸教派の教会でカリスマを体験し、異言を語り始める人たちが出ました。その体験を持った人々がそれぞれの教会にとどまり、カリスマの働きがあらゆる教団教派のうちに広がりました。また、プロテスタント教会では、1910年、世界宣教会議が開かれ、一致を回復しようとする動きが起こります。1948年には世界教会協議会が設立され、世界教会会議が定期的に開催されています。正教会やカトリック教会の間でも一致のための話し合いが持たれるようになり、カトリック教会は1962年から65年にかけて開かれた第二バチカン公会議でキリスト者の一致を奨励し、プロテスタント教会を別れた兄弟たちと呼ぶようになりました。20世紀、共産主義による迫害が許されましたが、交通通信手段が発達し、宣教の働きが進められました。21世紀に入り、さらなる技術革新によりインターネットを用いた宣教が進んでいます。それではまた。